経営学要点 Presented by Ed Hawk。 事業の成功を目指すあなたに経営の要点を解説します。経営学検定の受験準備にも役立ちます。今回のテーマはリーダーシップです。リーダーシップについては1900年代頃から活発に議論されるようになりました。企業が成長して大規模化する中、世界恐慌で労使関係がさらに悪化し、強い指導者による企業の変革が必要となった時代背景があります。この頃まではリーダーシップは生まれながらに持つ特質であり、優れた資質を持つ人がリーダーとなり得るという考え方が当然の時代でした。これをリーダーの特性論と言います。世界が戦争に巻き込まれる時代となり、軍隊におけるリーダーの育成からも、リーダーシップは行動であり、技術であるため、習得できるものである、という考え方が主流となってきました。これをリーダーの行動論と呼んでいます。戦争が終わり、空前の好景気を迎えます。企業は多角化の事業を展開し、多様な変化に対応できるリーダーを必要とします。リーダーシップは状況に応じて取るべきスタイルが異なるという考え、SL 理論が誕生します。世界恐慌と労使対立で多くの企業経営者が途方に暮れる中、経営学者のチェスター・バーナードは1938年、経営者の役割を出版、経営者にリーダーシップを求めて激励します。この中でバーナードは経営者への道徳観を求めます。戦争産業で企業が大型化する中で、アメリカの心理学者、ラルフ・ストックディルがリーダーの特性を調査し、主要な特性について合致しないことを発見。1948年、リーダーの特性論に否定的見解を示す論文を発表します。戦後の好景気時代には、リーダーシップ論は多くの学者に研究されました。テキサス大学のロバート・ブレイクとジェーン・ムートンは、業績と人間に関する関心とがリーダーシップのスタイルを決めるとするグリッド論を発表しました。組織心理学者フレッド・フィドラーはリーダーの基本タイプを業務思考型と人間関係型に分けてリーダーシップの有効性を研究しました。1966年には日本の社会心理学者三住十字氏がリーダーシップを目標達成能力と集団維持能力の2つの能力要素で構成されるとした PM 理論を発表しました。行動科学者のポール・ハーシーと組織心理学者のケネス・ブランチャードは支援的な行動と支持的な行動との対比により分類する SL 理論を発表しています。リーダーシップは時代の流れで大きく考え方が変わり続けています。長い間、リーダーの性格や個性などの特性に注目して考えられていましたが、社会規模の拡大につて、リーダーの行動に注目するようになり、そして、より複雑化された社会では、リーダーシップの取り方に注目されるようになったことが、よくわかります。さて、ここで質問です。特性論では、リーダーは、生まれながらに共通する優れた特質を持つと考えられていた。正しいと思う方はイエス、正しくないと思う方はノーを選んでください。10秒以内でお答えください。残念、タイムオーバーです。もう一度問題に戻って回答してください。